店で働いてたのに、それがふっと消えちまった。失踪したってこと？いつ？5年前。神室町で人が消えるって、まあ割と聞く話だけどさ、5年も経ってそれ探すっていうとなかなかないよね。そいつの名前は？だいたい誰が探せって号令かけてんだ？なんだてめえら、先に聞いてんのはこっちだろうが。舐めてんのかこら。舐めてんのはどっちだ？人に物聞くならそれなりの態度があんだろう。そもそも探偵からタダで情報もらおうなんてな、こっちはそれが飯の種なんだから。すかしてんじゃねえぞ。おい、こんなすぐ手出しちゃって。ヤクザの方がまだ仇に気使ってたもんだよ。ふざけんな。町のチンピラも質が落ちたな。カイトさん。阿久津か。阿久津ダイム。知り合い？元登場会の極道だ。元極道ってのもいろいろだね。八神探偵事務所、いっさあんたらにも仕事くれてやるかな。依頼内容はもう聞いたろ。人を探してる。探してんのはガールズバーのマネージャーってんだろ。お前が温度取ってたわけか。いや、この件仕切ってんのは相馬だ。あいつが取ってきた仕事でな、最初に見つけたやつにはたっぷり金が出る。今神室町中でレースになってんだよ。相馬って RK って半グレのリーダーだ。そいつも元登場会で、相馬和樹。登場会みんな半グレになっちゃってんのかよ。極道は縛りばっかきつくて上の席に飽きが出ねえ。そのくせ上がりをよこせだ大門のメンツだ、うるせえことばっかだなあ。カイト、なんだったらお前も一緒にこっち来るか。三下が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえ。あとあれだ、組織の仲間をやられりゃ返しをしなきゃならねえとかだ。本当はそんなもんどうでもいいんだ。その代わり気に入らねえやつがいりゃただ後ろからこっそり刺しゃいい。音も立てずにブッスリと行く。背中には気をつけんだぞ探偵。それが嫌なら俺らに気に入られるようにしな。次は警告なしだ。彼阿久津だっけ？登場会では報われてなかったのかな。ああ、腕っぷしと度胸だけいいように使われた挙句、何もいい思いする前に組がなくなっちまった。相馬ってのも同じ。極道でなんとかのし上がろうと歯食いしばってたのが、結局組の解散で全部パーになったわけだ。ふーん。
で、その手の元ヤクザたちが半グレのうぞうむぞうを束ねようとしてるらしい。裏社会に RK ってネットワークを作ってる。 RK？ なんかの頭文字？知らねえよ。ヤクザやめていきなり横文字になっちまった。登場会にとって変わるってほどじゃなさそうだけど。ああ、だがその分敷居が低くて手っ取り早く金が欲しかっただけの仇が RK に近づくとコロッと半グレに転んじまう。なるほどね。登場会といや、最近東と会ってる？ああ、あいつはもっと登場会の中じゃ救いのある方だ。組からゲーセン託されてそのオーナーに収まったからな。組にいた若いもんも働かせてやってる。お前もたまには顔見せてやれよ。いや、あいつ俺が慣れ慣れしくすると嫌がるもんでさ。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
くぞ。いらっしゃいませ。ごちそうさま。ありがとう。おっと。しばらく寝とけっての。出発するか。沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越馬殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ねえ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。分かった、それでいいよ。では八神さん、行きましょう。俺は一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。あ、行きますか。僕は留守番してますよ。どうやら江原は厄介な相手だぞ。俺にもできることありゃ何でも言ってくれ。すみません。Thank you.
ったく、時間食っちゃったよ。出発します。もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビにでもされましたか。矢上と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校？4年前に敏郎君が通ってたあの学校です。横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越葉弘の遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか。三越葉が敏郎君の仇だからですか。そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越葉に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越葉の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか。その根拠は。そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してやがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。矢上さん、三越葉弘の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。
大変結構だ。これ見てもらえます？なんだそれは。どこかの防犯映像。俺が思うに彼らが巫女柴殺害の実行犯です。ほう。異人町で事件を嗅ぎ回ってた俺が目障りだったみたいです。この映像の直後、俺の仲間がやられました。俺も危うく異人町のギャングに袋叩きにされかけた。初めて連中が俺に近づいてきたのは清涼高校の沢先生と待ち合わせた時です。沢先生のことはご存知ですか？彼女は4年前敏郎くんが亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いな巫女柴だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが巫女柴殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。巫女柴を殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う。全然違うよ。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ巫女柴殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながっているのか。くそ、こいつらが異人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた異人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。いらっしゃいませ。ありがとうございます。海藤さん、戻ったよ。
海藤さん。お前つくもからのメール見たか。え、いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと。殺人動画だ。三越島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。 お願いします。もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おい、マジかよ。だから自分の手で三越芝を殺すことはできないはずだった。だとするとこれあんなんだ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃまずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。クソ、一体何をやったんだあいつは。現職警察官による痴漢と教育実習生殺害、矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。テレビではまだみたいだけど。ええ、憶測とデマ、全く当てにならない情報が錯綜してます。ハレンチ警官が実は息子